お話を伺ったのは阿波踊り未来へつなぐ実行委員会の庄野浩二実行委員長です。今はもうチケット販売も進んでおりまして、嬉しいことに昨年より売り上げはかなりスピードよく売れている状況なんです。やっぱ今夜町演舞場っていうのが今年復活ということで、そちらの方の売り上げというか今はちょっと遅いなと思ってるんですが、他が早すぎるんで多分そこは大丈夫かなというふうに思いますし、あとはいろんなところで、踊り場所をねちょっと増やしていこうというふうに思ってまして、これも多分何箇所かは実現するんじゃないかなというふうに思ってます。楽しくこう街中で踊れるような場所をどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってる次第です。大きく言うと1日伸びたっていう印象を持たれてると思います。11日からいろんなことを盛り上げたいという気持ちもありまして、それも町内会のいろんな町内会の人にお願いしてですね、11日から踊れるようにしてもらいたいとか、そういったお願いをいっぱいしてきてですね、11日の売り上げとか、あとホテルさんに聞くと11日も埋まってきてますよということですので、かなり来県者数は増えるんじゃないかなというふうには思っております。今夜町の演舞場が復活、この復活っていうのがこれからどういう経済効果があるのか、秋田町や境町の飲食店のオーナーさんたちがみんなが集まって期待感がもう増し増しになってまして、やる気も増し増しになってますんで、その辺もちょっと去年とは違うかなというふうに思っております。開幕まで1ヶ月、庄野実行委員長は様々な意見がある中でも県民の結束を強めてほしいと話します。やっぱり文化っていうのは守っていかないといけないというふうに思ってます。で、阿波踊りがこういう踊りだっていうところはもう基本的なところはやっぱり残していかないといけないと。昔の方もちょっといろんな挑戦をして今の阿波踊りがあると思いますんで、挑戦ですね、そういったものは大事にしていきたいというふうに思ってます。本当に阿波踊りが好きで徳島が好きでっていう人がいろんな意見があって、でこの阿波踊りが成り立っていると思います。みんなで一致団結して徳島を打っていこうというふうな気持ちで協力をしていただいて、で踊り子さんたちはそれをもう汗を垂らしながら練習もしてますし、その時の気持ちをですねぶつけてもらって、事務局としては一致団結してお客さんが怪我ないようにとか、そういったところも配慮しながら頑張っていけたらこのいいなと思いますんで、夏もうとにかく楽しい阿波踊り、さすが徳島だなって思われるような徳島にしていきたいなというふうに思っております。